の、ギャーン、リクナナタウンです。もっとリクナナタウンです。始まりました。今日は結婚式のものを紹介します。いろいろと荷物とかたくさんあったんですけど、ちょっと結婚式の思い出話を2人でしたり、結婚式のプログラムの中に入っているいただいたものとかを今日紹介しながらゆっくりと2人でお話できればと思います。はい、じゃあまずさ、ディズニーの結婚式をしたらもらえるもの、いくよ。いいよ。じゃあまずね、これ。何それ？これね、なんかミッキー柄のね、こういうバッグにもなるし、ポーチみたいなやつなんだけど、これは当日のメイクしてもらうときに、そのブラシとかを自分専用のブラシで新しいやつでしてくれるんだけど、それが入ってるやつ。中にね、こういうブラシケースも入ってて、中にこうやってブラシが入ってるんだけど、もうかわいい。全部こういう感じでちょっとミッキーになってるブラシが入ってます。で、この他にもこういうパフとかも入ってるんだけど、これは当日のメイクで使ったやつ。見えるかわかんないんだけど、ここにフェアリーテイルウェディングって書いてあるから、ディズニーで結婚式挙げた人用の商品です。次、まだね、私たちも全然開けてないの。そう、本当に今から開けるから。じゃあこの箱を見てみます。おお。これはね、こういう馬車なんだけど、当日のね、挙式でここに二人の指輪を入れて、牧師さんが、それでは指輪の交換をいたします、ではまず新郎さんって言って、指輪をこうやってつけて、では次に新婦さんってつけて、ここになんとかなんとかって、そう、当日使ったリングボックス、ディズニーは馬車なの。これも終わったらもらえます。どこに飾ろうね、かわいいね。ディズニーならではじゃない、この馬車の。なんか結構他の式場だと自分で用意するみたいな感じとかあるけど、ディズニーはもうこれが入ってます。次、どれにしよう。もう分かんないからこれにするね。何が入ってるか分かんない。何これ？何これ？すごい、こんなのもらえる。え、全然知らなかった。くれんの？え、しかも写真入ってるよ。え、俺らの？なんかこういうね、ガラスの写真立て。知らなかった。で、多分これアンバサダーだから、アンバサダーホテルであげた人はもらえるんだと思う。しかもこれ、最後にもらった時の時間よりも、ほんと数時間前に、2時間前ぐらいだよね、に撮った写真をもうすぐちょっとモノトーン風に現像していただいて、やってくれたってことだよね。でもなんか確かにさ、誰かの動画を見た時に、これなんか披露宴会場にあった。え、そうなの？写真入って、なんだろうあれって思ったけど、これだ。みんなが披露宴会場に行ってる時に友達の動画ってこと？そう、多分。へぇ、もう披露宴の時にこれあったのかもしれない、会場に。なんかここにミキキラキラが可愛い。この写真はね、後々変えてもいいし、素敵。こんな感じで、こんなのもらえるんだね。次、これまたよくわからない白い箱です。あ、キャンドルって言ってた。キャンドル？ポンピンはキャンドルです。ディズニーフェアリーテイルウェディングって書いてあるキャンドルが入ってました。え、すごっ。こんなのももらえました。何もせず飾りたいね。台とか買って飾ります。次、今度はこういう感じ。あ、これあれじゃない、使いますか。あー、それね、ディズニーフェアリーテイルウェディング。これはね、誓約書っていうのかな。挙式でみんな、この牧師さんと私たちのビッグナナ名前と、その後にやったね、サイニングセレモニーってやつで、ミッキーとミニーが直接ここにサインをしてくれたやつで、これは多分フラワーシャワーの時に入ってたミッキーかな。これ書く時緊張したよね。あ、わかる。やべえもんじ、なんか縄、縄マジ縄じゃん。これ N ではないよ絶対。これも飾ります、どこかに。可愛いよね、やっぱさすがディズニーっていう感じの誓約書だよね、これ。次、次、なんか大きめの、そんな雑に扱っていいの？次、これ、あ、これ分かったよ。あの、ケーキミュートのケーキの時のミッキーミニー。ケーキミュートの時のケーキミュートのミッキーミニー。ケーキミュートの時にケーキに置いてあったミッキーミニー。あ、そういうこと。このミッキーミニーのね、アンバサダーホテル限定のね、衣装を着たフィギュア、これももらえます、終わったら。こういうのとかもさ、あげないとさ、もらえないじゃん。これももらえました。じゃあ次、次はまたこんなに大きな箱。写真
じゃじゃーん。私たちがやったやつは The Happiest Day っていうプログラム、このねメンバーが来てくれたんだけど、それのなんかこういうやつ、じゃじゃーん。これはね、準備の時に2人でお互い宛てに書いたメッセージカード。あー、これを披露宴の時にお互い交換したんだけど、そのメッセージカードとこっちには多分 Happiest Day のオリジナルのソングの歌詞。感動してね、すごい泣いた。そここれは多分このプログラムでやった人がもらえるやつ。あと席次表がちょっとここに名前書いてあるんですけど、カレンダーになってます。これさ、みんなわかるかな、あげた人みんな見てますか？いや、わかるでしょ。これね、捨てないでほしいんだけど、この席次表は中がカレンダーになってて、多分ね、私たちの結婚式の日に印がついてるカレンダー、卓上カレンダーだから、まあ使わなくてもいいけど使ってくれたら嬉しい。食べれたのはサーモンのガトーの仕立て、一口。私は食べれたのは牛サーロインのグリル。俺もそれ食べた。ケーキだけ。ケーキ食べてない俺。それ以外はもうね、全然食べれなかった。食べたかったのに。食べたかったしね。このマンゴースムースとパッションフルーツゼリー、赤い果実のソルベを添えて、ディズニー映画美女と野獣をイメージって、本当にもうこんな感じで写真載せておくんですけど、もう美女と野獣をイメージされて作ってるすごい可愛いデザートで、食べたかったんだけどね。本当にもうこれまた結婚式の別の動画で多分話すと思うんだけど、もう思った以上にもう時間がね、主役ってこんなに大変なのっていう感じ。予想もしてなかった。ちょっと聞いてたけど、とは言ってもご飯ぐらい食べれるでしょうと思ったけど、本当にバタバタしちゃってね。次がこれ。これは席次表と自己紹介とかが中にはあります。これ、いや、なんかメッセージカード。次がこれ。何それ。これはね、なんか私たちは来てくれる人に全員招待状と同じタイミングにこういうねゲストカードっていうのを渡してて、裏面にメッセージが書けるようになってて、これを受付で当日渡してもらうっていう感じでしたから、多分みんなのメッセージが入ってる。ほんとだ、すごい、みんなめっちゃ書いてくれてるね。私のね、先輩友達みたいなお姉様がいるんだけど、すごくない？すごっ。天才ですね。これめちゃくちゃいいよね、楽しい。やる人は絶対これ、なんかプラス6000円くらいで作れたんだけど、まあ書いてもらう人にはちょっと申し訳ないけど、素敵でした。ラストはね、特大の大物ですよ。ラストはこれはもらえたっていうか、私たちがまあオプションでつけたっていう感じなんだけど、じゃじゃーん。これは私たちがウェルカムボードとして注文したやつなんだけど、まあアンバサダーの多分ウェディングの限定のデザインと、ここに入籍した日付とリク&ナナって入ってるミラー、これを私たちはウェルカムボードとして当日飾ったんだけど、これね、当日私たちは受付とか見てないから実物見るの初めて、ね、今初めて。うわー、めっちゃ鏡だね。安くはないけど、せっかくあげるならウェルカムボードとして使えるからさ、絶対買った方がいいよ。とりあえずまだ多分手元にないものとかもあるから、また多分違う動画で。いやー、いいですね。他の結婚式、俺結婚式自体参列したこともないし、自分でやったこともないのは当たり前だけど、結婚式の基準が分かんないけど、ディズニーだからこういうのとかね、ディズニーグッズをもらえるっていうかさ、がさ、私たちにとってはさ、やばくない？最高だね。他の動画でも多分言ってると思うんですけど、素敵な結婚式になりました。多分本当に金額のこととか気になる方もいらっしゃると思うし、これからあげたいんですっていう人もいると思うんで、ちょっとまた別で質問コーナーとかやりながらいろいろとできたらなとは思います。では今日の動画は以上になります。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。 TikTok、 Instagram のフォローもお願いします。では、せーの、バイボー。間違った。